さんに対して僕たちは勉強ができないに関する質問がファンからたくさん来ていますので、はい、ではまず大阪さん宛てのものになります、はい、読み上げていただけませんでしょうか、はい天国のゲーム友達さんからです。ありがとうございます。大阪さん、リンさん、こんにちは。こんにちは。大阪さんに質問です。成行は漫画アニメでは恋に鈍感なのと運動が苦手な以外は何でもできる印象ですが、大阪さんご自身は本職の声優の他に何か特に得意なスキル、あるいは非常に苦手なものはありますか、ということですけども、なんだろう、得意なスキル何だろうな、スキルというか、ずっと昔からなんか僕耳を触るのが癖で、なんか人よりすごい柔らかいんですよ。で、柔らかすぎて耳の中に耳が入る。耳の中に耳が入る。くるめちゃうってことですか？そういうことです。だから裏返して、そういうことです。こういうふうにこういう感じに出てくる。すごい声出しちゃった。耳の中に耳すごい。自分で解除もできるっていう。すごい。変な特技や。で、なんかある誰か忘れたんですけど、芸能人の方で耳の中に耳を入れる特技がいて、でその方がやってたのがこっちのタイプだったんですよ。どっちもできる。どっちもできる。めっちゃ入ってますもん。すごい。こっちのタイプだったんですよ。僕はどっちかっていうとこっちをぐるって丸めてぐって入れるタイプ。いやもうどっちもすごいんだけど。すごい。ってぐらいです。なかなか他にはないスキルですよ。はい、ありがとうございます。うわこりゃすげえや。だろう、この一発芸すげえんだわ。普通こんな無理だろう。どうなってんのこれ。うわ気持ち悪い。なんで穴の中に全部耳入っちゃうかね。いや楽しませてもらったわ。